なたは戦争がどういうものか知っていますか？おじいさんやおばあさんから昔のことを聞いたことがあるかもしれません。学校の先生が戦争の話をしてくれたかもしれません。話に聞いたことはなくても、テレビで戦争をしている国を見たことならあるでしょう。私たちの国は70年近く前に戦争しないと決めました。だからあなたは戦争のために何かをしたことがありません。でも、国の仕組みや決まりを少しずつ変えていけば、戦争しないと決めた国も、戦争できる国になります。その間には、例えばこんなことが起こります。私たちの国を守るだけだった自衛隊が、武器を持ってよその国に出かけるようになります。世界の平和を守るため、戦争で困っている人々を助けるためと言って、攻められそうだと思ったら先にこっちから攻めるとも言うようになります。戦争のことはほんの何人かの政府の人たちで決めていいという決まりを作ります。他の人には戦争することにしたよと言います。時間がなければ後で。政府が戦争するとか、戦争するかもしれないと決めると、テレビやラジオや新聞は、政府が発表した通りのことを言うようになります。政府に都合の悪いことは言わないという決まりも作ります。みんなで普段から戦争の時のための練習をします。なんか変だなと思っても、どうしてと聞けません。聞けるような感じじゃありません。学校ではいい国民は何をしなければならないかを教わります。どんな国やどんな人が悪者かも教わります。街のあちこちにカメラがつけられます。いい国民ではない人を見つけるために。私たちもお互いを見張ります。いい国民ではない人が周りにいないかと。誰かのことをいい国民ではない人かもと思ったら、おまわりさんに知らせます。おまわりさんは、いい国民ではないかもしれない人を捕まえます。戦争が起こったり、起こりそうな時は、お店の品物や、あなたの家や土地を、軍隊が自由に使える、という決まりを作ります。いろんな人が、軍隊の仕事を手伝う、という決まりも。例えば、飛行機のパイロット、お医者さん、看護師さん、トラックの運転手さん、ガソリンスタンドの人、建設会社の人などです。戦争にはお金がたくさんかかります。そこで政府は税金を増やしたり、私たちの暮らしのために使うはずのお金を減らしたり、私たちからも借りたりしてお金を集めます。味方の国が戦争をするときには、お金をあげたりもします。私たちの国の憲法は、戦争しないと決めています。憲法は、政府がやるべきことと、やってはいけないことを私たちが決めた、国の大元の決まりです。戦争したい人たちには、都合の悪い決まりです。そこで、私たちの国は戦争に参加できると憲法を書き換えます。さあ、これで私たちの国は戦争できる国になりました。政府が戦争すると決めたら、あなたは国のために命を捨てることができます。政府がこれは国際貢献だと言えば、あなたはそのために命を捨てることができます。戦争で人を殺すこともできます。お父さんやお母さんや学校の友達や先生や近所の人たちが戦争のために死んでも悲しむことはありません。政府は褒めてくれます。いいことをしたのですから、国や国際貢献のために。
人の命が世の中で一番大切だと今まで教わってきたのは間違いになりました。一番大切なのは国になったのです。もしあなたがそんなのは嫌だと思ったらお願いがあります。ここで見たことが一つでも起こっていると気づいたら大人たちに言ってください。大変だよ、なんとかしようよと。大人は忙しいとか言ってこういうことになかなか気づこうとしませんから。私たちは未来を作り出すことができます。戦争しない方法を選び取ることも。